貸せ。 目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。目型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で目型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。目型の巨人め、逃がすものか。逃がすかよ。絶対にここで取っ捕まえてやる。
のやつ加速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいたぞ、絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく、今度こそ仕留める。成功だ、みんな攻めかかる。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな、絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する、決着をつける、必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ、まだ一斉にさ。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
開けられた。助けてくれ。無事でよかったわ。怪我はないか。早く避難しよう。死ぬんだ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す。その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。